はい、かのたんです。前回私は Twitter のアカウントが永久凍結されてやみそうになりましたが昨日はついに弟のケイたんのアカウントも永久凍結されちゃったんですけどこれについて思ったのは「永久凍結された私たたちは悪くないっすね」なんでかっていうと。 真摯に意見を出してきた私たちに感謝しろよって思いましたね。ことの発端は、みんな大好きなメルタンお兄ちゃんから始まるんですけど、日本という素晴らしい国は言論の自由で保障されてるんだから、あくまで自分たちが思った意見を発言しただけで、底辺豆腐が否定してくるのはいかがなものかと思いましたね。お互い底辺豆腐同士なんだから、否定権なんてないし、 プロセカをもっと楽しくできるようになるためにみんなで仲良く意見を尊重し合おうじゃないですかもちろん私は天末カサやモモちゃんのことをお荷物だと思ってるし、それに同情できない豆腐は暗示しないでスルースキル持った方がいいと思います。私だってツカサやモモじゃん推しの人はできる限りスルーしてますよ。まあ、メルタンお兄ちゃんはまだ凍結されていないので今後の活躍に期待したいですね。 ご視聴ありがとうございました。